増強させるためにこの地を襲うのだ。行け過ぎるなよ。殺してしまっては恐れの力が手に入らないからな。ジッパジッパジッパ、よーし、小手調べとしては十分だろう。戻ってこいジッパではもっと過激に襲撃してさらに極上の恐れの力をいただくとしよう。俺の合図で襲撃だ。いくぞ、32、1、やれ。待ちやがれ。誰だ。おいおい、俺たちがお前らの悪巧みを見逃すとでも思っているのか。赤忍者手裏剣ザ変化。2、2、2、2、手裏剣変化。暴れてあっぱれ赤忍者。貴様は赤忍者、なぜここに。お前らのいるところならどこでも現れるぜ。まあいい、数はこちらの方が多いんだ。叩き潰すのみ。敵の数が多いほど燃えるってもんだ。さあ来やがれ。数はそっちの方が多いんだろっと。ここに敷いて回復室メロメロちゃん。キッパおう、ヤクモ、ブーカ、遅かったな。たかに突っ走るのはいいが、油断してたら危ないでしょ。分かってるって。でも二人が来てなんとかなっただろ。俺は仲間の力を信じてるからな。さすがは忍忍じゃ。だがスピードで俺に追いつけるかな。別に逃げるわけじゃないからな。筆頭が来たらお前らなんかめっためだらかんない。あ、逃げた。ふん、イージーだな。あれ、てか、ナギとカスミは。カスミ姉はキバオニ軍団同士が小競り合いをしていたらしく、そっちを偵察。ナギはどうしても外せない資格の試験が今日あるんだって。なるほどな。まあ仕方ねえ、今は俺たち3人であいつを追おうぜ。いざとなりゃ2人もきっと来てくれるしな。そうだね、去り際に言ってたきっとってのも気になるし。よっしゃ、そうと決まれば早速追跡だ。行くぜ二人とも。あ、お兄ちゃん、そっち逆だよ。はあ、タカ兄は絶好調みたいだな。お兄ちゃんのことは私に任せといて、ヤックンはあの妖怪を追って。ああ、そうさせてもらう。大回りしてあいつらをかく乱する作戦は成功だ。しかしこんなところにまでニンニンジャーが現れるとは。早く筆頭と合流しなければ。筆頭どこにいるんですか。筆頭、ほう、待たせたな。こっちだ。ずいぶん遅かったですね。つまんな、あのいざよい救援門の目を逃れるのに手間取ってな。キバオニ軍団から離反して下克上を企てたはいいが、なかなか恐怖の力が集まらないものだな。そうですね、
心で筆頭。その刀はまさか例の妖刀ですか？ああそうだ、伝説の妖刀アベシブレイド。数々の戦いを経て様々な怨念が込められたこの妖刀がある。キバオニ軍団総大将キバオニ幻月をも打ち倒せるやもし。さすが我らが筆頭。では、あれどこ行ったんだあいつ、まさか道に迷っちゃったか。この声はまさか。筆頭隠れましょう。なんだなんだ、おかしいな、こっちに逃げたと思ったんだけどな。あ、そうだ、みんなあの妖怪どこに行ったか知らない？え、こっち、それともこっち、バラバラじゃわかんないな。よし、じゃあ俺がせーのって言ったら声を合わせて教えてくれ。いいか、せーの。みんなサンキュー。タカ兄、なんで？お兄ちゃん、それにヤックンも。いてっか、お前らまさかラスト忍者の孫。やるな赤兄ちゃん。それに仲間も呼び寄せるとはなかなかの気楽方だ。これではどうかな。いいよ、人からげ。ジッパジッパジッパ。お兄ちゃんが知略家だって。相手の戦力分析もできないとはお前らも大したことないな。ヤクモはともかく風花まで、お前らどっちの味方なんだよ。えい、うるさい奴ら、胸口を叩く余裕など貴様らにはないことを身をもって知ってもらおうか。お見せしよう、妖刀アベシブレイドの力を。なんだあの刀、すごいパワー。お兄ちゃん、かすみちゃんとなぎくんが来るまで戦うのはやばいかも。ああ、ちょっと出直した方がいいかもな。どうかね、このアベシブレイドを食らった感想は。だが、この妖刀の本当の力はこんなものじゃないぞ。それ！ヒト、これは？こうして妖刀の力を分け与えることもできるのだ。力だ、この刀から力が湧き上がったから。風花、ヤクモ、ここは一旦退却だ。そうはいくか、両党の、いや我々の 100% の力を味わってもらわねばな。何？ブレイド必殺飛行真空隠れハリケンダン。ドリア、なんてパワーだ。さあとどめを刺すとするか。死ねえ。待てよ、ヒット。ラスト忍者の孫ニン忍者の首を打ち取ったとなれば、あのキバオニ軍団に対抗できるほどの猛者が私のもとに集まってくるに違いない。こいつらを捕らえよ、後ほど処刑を執り行う。人からげよ、連れて行け。ジッパ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 。うまくいっているではないか。このままこの地を拠点に我らの一大勢力を築くのだ。先ほどはよく辛抱したな。いや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 、これも筆頭のため。私はいい家臣を持った。よし、いいことを思いついた。
貴様にもいい部下を見つけてやろう。幸運なことに今ここには大勢の人間がいる。もしかするとキバオニ軍団、そして残りのラスト忍者の孫に対抗しうる人材が見つかるやもしれん。おお、ありがたき幸せ。さあ、というわけでこの中から優秀な人材を探すとするか。いや、その前に、おい、この妖刀を片付けておけ。今は使わんのでな。わかりました。よっしゃーっと。重っ重っ、すげえ、ヒット、すごいすげえ。そうだろ。よいしょよいしょと。さてさてさて、諸君、今の我々のお話を聞いていたかな。この中から我々の仲間になってもいいというものを今から募集する。わかったな。それでは聞いてみよう。この中で我々の仲間になってもいいよというものは手を挙げてください。せーの、はー。聞こえないぞ、もっと大きな声で。せーの、はー。もっともっと。せーの、はー。バカな奴らだ。おい、ついてこい。わかりました。そうだな、3人くらいついてこようかな。はい、手を挙げて、手を挙げて、手を挙げて。そうだな、はい、はい、はい。